スマスが今年もやってくる。楽しかった出来事を消し去るように、さあ洋服脱いだら出かけよう。ヒロー、洋服着てから出ろ。肌のやつ捕まえる。どうも、ミルメンです。はい、今回は、はい、男子がキュンとするクリスマスプレゼントの渡し方を紹介していきたいと思います。よで、今回は男子に渡すパターン、次は女子に渡すパターンをやりたいので、うん、はい、まあ、そっちも参考にしてみてください。はい、でクリスマスプレゼントといえば、うん、まあ、ベタなのはマフラー、財布、服、スニーカー、まあ、男子が欲しいものね。うん、男子に渡すものといえば、まあ、その辺がベタかなと思うんですけど、うん、だからなんか珍しいものを渡すっていうよりかは、うん、そのベタなものをいかにキュンとさせて渡すか、これが大事だと思うので、はい、今回はキュンとする渡し方を紹介していきたいと思います。よっ、今いい感じにしまっとった。はい、これを見ている一人目の男性の方にはね、うん、ちょっと切ない気持ちになってもらって、うんうん、一人目の女性には、うん、キュンキュンしてもらう、うん、で彼女のいる男性には、うん、妄想を膨らませていただいて、うん、最後まで見ていただければと思いますので、うん、いいね、よろしくお願いします。はい、します。いて、一つ目、はい、家に先回り、かっこ TikTok でよく見る。なるほど、はい、いいね。これはね、多分 TikTok で見てもらったことがある人はわかると思うんですけど、うん、キュンとする。可愛いもん、シンプルに、うん、見ててキュンとしたら本人たちもっとキュンとする、うん、でこれ同棲してる人たちだったらまだ全然自分たちの家だからね、うん、普通やから、ね、ありがちなんだけど、実家に行くってこれね、勇気もいるし、可愛、うん、いよね、これ女子したら、うん、こんな女の子が自分の家に来て、うん、お母さんに声かけて部屋入って待ってたんだ、うん、ピンポーンって言ってさ、もうキュンとするし感動するし、俺多分泣くと思う。何々くんが帰ってくるまで家で待たせてくださいって言うんでしょ、彼女が。かわっ、もう結婚しろだよね、うん、俺親だったら結婚しろ、うん、もういい、今すぐ結婚しろっていう。ドキュンキュンするもの一発目に持ってきます。ドキュンキュンって言うとなんかちょっとドキュンですね。ドキュンなのよ。だからドストライクって言うじゃん、うん、ドキュン、うん、いややめよ、はい、それドキュン、すいません、ごめんなさい、次反省するわ、うん、次、はい、でん、はい、あえて帰り際に渡す。おお、エロいね。うん、エロくはない。エロい、エロい要素ない。エロくないのな、これは、はい、まあ、ずっとさ恥ずかしくて渡せないみたいな、タイミングがわからないって感じの子多いと思うんだよね、うん、女子、はいはいはい、だから帰り際に、うん、あ、これみたいな感じで渡して帰るんだけど、これは恥ずかしいからっていう理由もまあ一個あるよ、うん、あるけど、そうじゃなくて帰った後、はい、彼氏側余韻に浸れるじゃん。なるほど、デートの時間だけじゃなくて、そう、家に帰った後も、うん、なんか最後に渡されたからまだ余韻がある状態で、うん、これくれたんだ、可愛らしいよね、多分可愛いってな。帰りの電車の中でさ、うん、男子一人がさ、うん、これ絶対彼女からもらったやつだろうっていうプレゼントずっと眺めてさ、うん、ってなったらさ、うん、もう周りにいる人もキュンキュン、ちょっと幸せな気持ちになれるじゃん、うん、それ手紙とかでもいいと思う。エロいじゃんこれ。エロいかな、うん、エロい、エロい。だからそういう行為をした後に、うん、そっぽ向くんじゃなくて抱きしめてよ、終わった後も抱きしめてよ、そこが私は愛が感じるポイントなのっていう女子いっぱいいるでしょ。違うけど、それは正しい、余韻じゃん、それは正しい。次、はい、あえて会ってすぐに渡す。おお、はい、これさっきと逆、さっきの真逆ですよ、うん、マキュンですよ。ん、マキュン、マキュン、うん、何マキュン、ピッチャーがピュッて投げて、なんだこの球は、それ魔球、あ、違うか、それ魔球、正解正解、野球詳しくないけど、野球詳しくないけどよくできたな。うん、よかった、ありがとう、これ魔球、はい、これあえてを強調させていただきました。うん、まあ、めんちゃんが言ったように恥ずかしがってちょっとすぐには渡せないっていう子もまあいると思うんだけど、うん、これちょっとねテンション的には、うん、もう早く渡したくて仕方がなかった、はいっていうテンションでいきます、うんうん、早く渡したかった、はい、ほらほら、お、はい、っていうか首絞めるみたいなさ、ホラーだったら、なんで2本首絞めた、ホラーだったら首絞めるみたいな感じでいきたいじゃん。じゃあもう首絞めにかかってるみたいな感じだこれ、うん、だから2本こうやってあったらお前どんな人やねんお前。もうそのテンションで渡してもらいます、うん、でできればその時のプレゼントがマフラーとか、うん、あー、その身につけられる系、はいはいはい、であればよりいいかなと思います、うんうん、なるほどね。まあ、本当はねちょっと余韻も欲しいんだけど、うん、クリスマスプレゼントもらったっていう余韻も欲しいんだけど、うん、もうその場で開封っていうか渡してあげて、うん、身につけてもらって一緒にプリクラ撮りに行こうっていう。かわいいよ、かわいいな、やっぱり
ったら攻撃力、めっちゃさ思い出になるよね、うん、思い出になる、うん、で大体クリスマスってその男子の方が予定立ててそうなイメージだよね、こういう夜景の見えるとか、うん、ここ行ってここ行ってみたいな、うん、いうのあって男子側にもちょっとプレッシャーというか、ね、うん、あると思うんだけど、それもちょっと解いてあげれる、ちょっと振り回しちゃうぞみたいな、そうそうそう、いいやん、いいクリスマスになるぞこれ、うん、メリークリスマスで夜も振り回しちゃうぞっつってね、なんでそっち行くのすぐ、あなたのその計画とは違ったプレイしますよなんつってね、ふっ、なんか首し2本あんのよやっぱ、それはもうおっぱいや、次でん、はい、写真で口パク、あこれ何、口、口？縦じわを、上の線は上の線陣中、陣中まで描く人いる？これさ、多分みんなどういうことってなっとるやん、うん、もう何のこと言ってるのか全然分かってない、説明させて、はい、これはデートの序盤で写真をね、うん、何枚か撮りますと、はいはいはい、これ撮りましょう女の子は、まああまり撮らない人もぜひ撮ってもらう、ぜひ撮ってもらって、その中でね、うん、口パクをします、うん、例えば自分が用意してたプレゼントがマフラーだったら、はい、まあ、ふみたいな感じの3枚を取って、うん、あ、一文字ずつ、そう、はいはい、で、デートの終わりぐらいに、うん、クリスマスプレゼントなんだけどさ、なんだと思う？って言って、おー、え、わかんないって言うじゃん、うん、じゃあ今日撮った写真ちょっと見てみて、あ、そういうことね、で、問題式にすると、クイズ式に見た時に、うん、あ、マフラーって言ってるみたいな、そう、マフラーあげるみたいな、おお。なるほど、かわいいよ、でその時さ、うん、ちょっと子なんか出した方がいい、彼氏は出さなくていい、彼氏じゃない、彼女は、あ、彼女側がちょっと子なんか出して問題出した方がいい、あ、これ調理本できれば BGM スマホで流してさ、てれ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 て、全然キュンとしん、最後、はい、ででん、プレゼントを私物のトートバッグに入れて渡す、ハートがでかいのよ、あ、これあれ、お尻を反対にしたやつ、あ、お尻描いたの、うん、ハートじゃなくて、うん、お尻を反対にするとキュンとするみたいなさ、どっかノルウェーかなんかの文化であって、絶対ないないな、うん、ないと思う、はい、これ私物のね、あのタータバッグじゃないの、んトート、分かってんだよ、ここは間違いない、分かってんだよ、念のため、ね、見てる人誰もそこにね、いや、わかんない、引っかかってない、多分今数百万人の方が見てるから、数百万人も見てる、リアルタイムで、そう、うん、ほんと、うん、だから一応念のため、はい、これね、あのプレゼントってイメージするのは、うん、その例えばブランドの、うんうん、あの袋ね、紙袋、紙袋とかに入れてそのままパンって渡す、うん、で中に手紙入ってたらいいかな、手紙フォンで渡すと思うんだよね、うん、ほとんどの人が、うん、そう思う、うん、これあえて私物にしましょう、あ、紙袋じゃなくてね、紙袋じゃなくて、でもらった側はえん、うん、手作りのなんか白米かなと思う手作りの白米？白米弁当かなって思うじゃん、あ、思うかな、うん、梅干し入って2つだったら嬉しいな、そう、ね、女子からもらうと2つ、男子の場合1つ、バイト玉、それはまあだと思うんですけど、うん、あえてトートバッグにすることで、うん、お弁当の風呂敷みたいなもん、あ、手作り弁当のこの風呂敷もなんか、なんて言ったらいいんだろう、これ難しいんだよね、なんかさ、彼女をそこでも感じられるみたいな、そういうことそういうことそういうこと、うまいね、ありがとう、冴えてるわ今日、冴えてるわ、うん、だから女子で言う、うん、彼氏が眠った後のベッドのぬくもりと匂い、あ、はいはい、彼氏から借りたパーカーの匂い、ね、そうそう、これの逆パターン、うん、プレゼントパターンがこれです、エロいやん、エロいでしょ、これはエロい、だって俺絶対さ、そういう感じでもらったらさ、うん、もうトートバッグ匂い嗅ぎながら、やめてよ、やめて、今までのキュン返せ、はい、キュンキュンしながらね、うん、そこだけはいいけど、その下はやめて、もう脱ぎたてのっていうの代わりに、うん、それ完全にもう犯罪者なんだよな、これは、はい、てな感じで、うん、最後の締めが悪い、てな感じで男子がキュンとするクリスマスプレゼントの渡し方でした、どうでしたでしょうか、参考になりましたでしょうか、なったと思います、キュンキュンしましたか、したと思います、切ない気持ちになりましたか、なったと思います、そうなってくれれば僕たちはね、生きててよかったと今日もまた思って明日を迎えれると思います、はい、今午前5時でございます、はい、明日っていつから明日なの、分からん、何時間後から明日なの、分からんで、ね、チューしていい、今のはちょっとキュンとしなかったの、なんで分からんからチューってさ、なんかさ、それは違くない、じゃあチューしたいからチューしていい、それでいいよ、ちょうどこの辺だったらあれかな、チャンネル登録のボタンに隠れてるから、これな
チャンネル登録、グッドボタン、コメント、SNS のフォローと、このおすすめ動画とかもね、よろしくお願いします。多分今ちょうど隠れとる。みんなどんな顔しとるんやろって思っとると思うよ。ご想像の通り気持ち悪い顔してます。